英語ネイティブの舌の形と日本人の舌の形は違います。Hey guys, it's you, me from English Bootcamp. みなさんこんにちは。English Bootcamp のゆみです。今日は舌の形。 についてね、ちょっとお話ししたいと思います。本題に行く前に、私の自己紹介、こんな感じになっております。英語の業界、結構長いです。英語の、ね、発音矯制、アメリカ英語の、ね、発音コーチというのをやっております。発音本ね、後ろに出ております。寝、ね、転んで学べる英語発音の本ですね。これ以外にもですね、オンライン講座とか動画視聴コースといったものも出しておりますので、興味のある方はぜひね、下の概要欄をね、チェックしてみてくださいね。では本題です。 今日のね、トピックは、舌の形です。うん、舌の形ね。で、口の中って、多分普段あんまり意識しないと思うんですよ。で、日本語を喋っている時の舌の位置とか形っていうのと、英語ネイティブがね、英語を話している時の舌の位置、形っていうのはね、違うんですね。わかりやすく言うと、英語ネイティブの舌の形は、デコボコのね、デコです。で、日本人の舌の形は、デコボコのボコです。 でこ,ぼこ,ね、こんな感じで正反対なんですよ。ねえー、ネイティブは真ん中がね下の真ん中が盛り上がっていて両脇がねこう落ちてるイメージです。なのでちょっとね丸めた餅みたいな感じこんな感じです。ね、丸めた餅ねこ,こ,うこんな感じかな。うん、で私たちの下はちょっとね真ん中がへっこんでむしろ脇が上がってるこういう感じで何て言うんですかねひしゃげた餅みたいな感じなんですよ。 なので、私たちの舌って常に舌の両脇が奥歯とか奥の歯茎に触ってるイメージです。で、わかりやすいのが、立ちつてと、たって言ったとき、た、立ちつてと、ちって言ってみてください。ちがわかりやすい。いの音ね。このちって言ったときに、下のね、サイド、奥が上の奥歯を触ってると思います。で、これが原因で、例えば、あの、お茶ね、ティーとか、 あとは、team、えー、とかね。それから tip。こういった t の発音っていうのが苦手だったりするんですね。どうなるかというと t, チ t みたいな。立ち捨てとの t みたいな音になっちゃうんですね。チーム実際 t ー m ではなくてチームっていうふうに言いますよね。カタカナで。あと tip。これもチップって言いますよね。で t じゃなくて t, t, tip。テ チープです。下の両脇は落ちてるんです。触らないどこにも。ね。で、こうなったまま、下の両脇が上に触ったまま発音するとチになっちゃうんです。チ、チ、チって言ってみてください。絶対両脇が奥歯を触ってるはずです。ね。そうならないように奥歯を下げて、この丸めた餅のような形を作ります。下でね。そうするとどこにも奥歯に舌が触らなくなります。で、チ ティップティップっていうふうに正しい t の音が発音できるようになります t の音っていうのは下先ね下の前方だけが上につくんですねでサイドはつかない tttt ップティップティップティティームですねでこの t の音って特にイギリス英語はねものすごく強いですで日本人の耳にはねもう「ち」に聞こえてくると思います例えばお茶とかね あの、イギリス人とかは、I want tea みたいに言います。チーに聞こえる。そのぐらい破裂が強いんですね。で、犬の名前でポチってね、あの、あるでしょ今時ポチって名前つける人いないと思うんですけど、庭の畑でポチがなくっていうね。<laughs> ここでワンワンみたいな。で、このポチなんですけど、もともとはイギリス人がね、えー、日本に来て、 えー、飼ってる犬に、スパティーっていう風に名前を付けていたところから来てるっていうふに言われてます。スパティーっていうのは何かっていうと、スポットがあるってね。なんでしょうね。ブチ。ブチって感じですかね。日本語で言うところのブチ柄です。だからブチ、ブチっていうのが、英語で言うとスパティーなんですね。で、最初の S の音がやっぱり、 ううに、息だけだから、日本人には言語として認識できなかったと思うんですね。で、イギリス英語なので、この t の音が強いので、ポチに聞こえた。スポッチ、スポッチ。ってね。で、ポチって聞こえた。で、そこから犬の名前っていうのが、まあ、ハイカラな名前として、ポチっていうのが、こう、定着したっていう風に、一応言われてるんですね。本当かどうか知らないですけど、アメリカ人だとね、スポッチではなくて、スパディになると思います。スパディ。最後の t は d みたいな発音になるので spotty だと思うんですけど、イギリス人だったんで s p o t スポ y s p o t y っていう風に言ったっていうね。そのぐらいこの t の音ってイギリス英語ね強いんですね。で、アメリカ英語は t は結構リダクションするんですけど、ただ t にストレスが乗る単語っていうのはやっぱ破裂するので、その時に t にならないように下の両脇が上がらないように下げて t, t, t お茶は t です。t ではなくて t ね。頑張って、この下の形を作りましょう。で、これができないと c が c になったりするんです。ね。し、しって、日本語のしってね、両脇に下がついてるんです。こういう形になってます。自分で意識しながらしって言ってみてください。ついてるでしょ奥に。下の両脇が。で、英語は ついてはいけない。丸めた餅を作って、どこにもつかないようにしながら、see です。see, see, see. 見るとか、海ですね。see, see. あとは、探す。seek, seek ですね。で、罪、ね。罪深いっていう罪は、sin, sin です。これ、日本語の下になってしまうと、死になると、しっていうと、見るじゃなくて、彼女になっちゃいますよね。 あと、シ i クっていうふうにね、やると、これは、えー、シ i c なっていう、フランス語です、もともと。シ i c なっていうのを英語ではシ i クってふに言います。ね、i q u って言ったつもりがシ i クになってしまわないように、ここがつくと sh の音に近くなるんですね。あと、sin もね、sin っていうふうにやると、スネすねですね。向こうすねになっちゃいます。ねなので、 上がらないように、上がらないように、自分で口の中の下の位置っていうのを調節してください。これすごく大事なんですよ。で、なんとなく音を聞いて、真似て、出せる方っていうのはいいんですけれども、どうやっても死になっちゃうなとか、ちになっちゃうなっていう方は、下を意識しましょう。こう、こう上がってたはずです。両脇が。上がって奥歯に触ってるんです。だからこう、下げましょう。下げて t ですね。下げて c です。 でね、これね、ネイティブでも、時々、両脇が上がっちゃって、正しい発音ができなくなるときがあるんですね。この、舌が、上の天井ですね、口の中の。上の天井のことを郊外っていうふうに言います。ね、郊外、郊外。ちょっとね、イントネーションわかんないです。あんまり使わない単語なので。ね、<laughs> 上の、口の蓋って書きます。この郊外に、舌が上がって、ついちゃうことを、 公害化っていうふうに言います。公害化。専門用語です。で覚える必要はないです。で、この公害化現象っていうのが、基本的に私たち日本人の下のデフォルトが公害化してる状態なんですけど、ネイティブでもうっかり公害化してしまうってことがあるんですね。で、C が C になってしまうことっていうのがたまにあります。でね、とても有名な例があるんですけれども、これはね、アナと雪の女王っていうディズニーの大ヒット映画、これのテーマ曲。 Let it go っていう曲ありますよね。Let it go, Let it go っていう。あれです。あれを歌っている歌手の方ね、えー、映画版のね、えー、アメリカのアメリカ人ですよ。日本語版じゃないですよ。もちろんね、英語の話なのでね。が、えー、途中でね、この郊外化が起きてるところがあるんですね。で、どういうところか、ちょっとね、一瞬だけ書けますので、皆さんね、気づくかどうか、ちょっと試してみましょう。 どうですか1回聞いて分かった人は鋭いです。分かんなかった人はね、ちょっと巻き戻して2、3回聞いてみてください。これね、It's funny how some distance makes everything seem small のところですね。It's distance some funny how some distance. ここまではいいですね。Makes everything seem small のところが Everything seems small になってるんです。 気づきました ?everything s e e m になってます。s e e m が s e e m になってしまってるんですね。こういうのを公害化って言います。これね、ネイティブなのに、うっかり、下が上に上がってしまった。なぜかというと、everything 最後、ing で ng の音っていうのは、下の奥が上がりますね。everything, うん、うん、うんっていう風うに、下の奥が上がって、上の 奥歯にピタッとくっついてますこれが NG の音です。うんうん。で外して次に C の音に行かなきゃいけないのに間に合わなかったんです。Everythingseem っていう風に言わなきゃいけないところで Everythingseem っていう風にやってしまった。でこういうふうに舌が間に合わずに公外化が起きて、えー、しっぽい音になっちゃうってことはネイティブでもあります。でこれ公式の 録音っていうんですかね、えー。公式のバージョンでこの公害化バージョンが採用されてしまってるっていうね。えー、おそらく私の勘ですけど、この映画がそこまでヒットするっていうふうに、当時は誰も思ってなかったんじゃないかなと思うんですよね。この主題歌もこんなにヒットするとは思ってなかった。で、撮り直さなかったのか、気づかなかったのか、ちょっとわかんないですけれども、これね、本当にね、公害化が起きてる、すごく英語学習者、 にとっては、とても貴重な例なので、ぜひね、聞いてみてください。フルで、あの、YouTube に上がってますので。で、こんな風に、舌が上に上がっちゃうことっていうのはネイティブでもあるんですよ。あるんですけれども、私たちの舌は、もう基本的にずっと上がってるので、ずっと c になってるので、そうならないようにならないように舌の両脇を下げよう、下げようと思ってください。s e e m です。everything seems small です。このね、 歌詞、すごい S の音が多い,多いんですよね。It's funny how some distance makes everything seem small なので、S の練習になるので、あのこの 1, 1小節っていうんですか、えー、とてもいいと思います。で、えー、今日はね、この日本人の舌ってちょっとひしゃげた餅のようになっていて、両脇が上がってますよっていうね、お話でした。なかなか自分の口の中っていうか、人の口の中もですけどね、見ることができないので、考えながらね、 あ今、下がこんな形になってるなっていうのはちょっと気をつけながらね。 練習するっていうのも、ずっとは無理だと思うんですね。喋ってる時にそこまでやってられないっていうのもあるので、なのでちょっと今日はこの発音の練習しようって思った時に意識してやるようにしてみてください。えー、というわけで、今回の動画が役に立った面白かったっていう方はぜひ高評価ボタンお願いします。で、えー、SNS 等で拡散シェアしていただけるとありがたいです。感想等ね、下のコメント欄に書いていただけるとお励みになるので、ぜひぜひ書いてくださいね。ではまたお会いしましょう。See ya!